さあ、熱盛やっていきましょうか。バージョン 1.11.1。結局、次回のアップデート、いつ来るんだろう。ってことで、やっていきましょう。お！じゃこてん、またアイス食ってんのか。けどさ、もうすぐ夏も終わりですよね。まあ、この動画がいつ出るかわかりませんが、今動画撮ってる時点では8月の27日になってます。まあ、もうじき秋だからな。さあ、てことで今日も熱盛をやっていきたいと思っております。で、今日なんだけど、大きく分けて2点話したい内容がございます。まず1点目、来月に迫ってきた Nintendo Direct。そこで、熱盛の情報が公開されるのかどうかっていうところと、なおかつ、有料ダウンロードコンテンツ、こちらについて話していきたいと思っております。そしてもう一点、しめじって皆さんご存知でしょうか？かなり有名なので、おそらく、熱盛を見てる層は、9割ぐらいの方が知ってるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか？そういったところで、しめじっていうアプリについての紹介もやっていきたいと思っております。ですので、今日は大きく分けて2本立てって感じかな？まず、しめじについて紹介させていただいて、その次に、Nintendo Direct、有料ダウンロードコンテンツ、そして過去作では、どういったコンテンツが存在したのか、そしてこれからの展望であったりとか、様々なことをお話しできればなと思ってます。では早速、しめじの方に行きましょうか。このしめじは写真やテーマでスマホのキーボードを着せ替えして顔文字入力にも特化した万能キーボードアプリになります。そして好きな写真だったりとか画像だったりとかキーボードの背景を自由に着せ替えすることができるんですよね。例えば着せ替えっていうことでこういったディズニーだったりとか可愛い系だったりとか夏が来ました。こういった季節ものだったりとかさらにグラデーションとか手書き系とか、本当にね、多種多様なんですよ。しかもですね、今仲良しカップルピンクっていうのをタップしたんだけど、なんとね、フォントも若干変わるんですよね。例えばこんな感じで、今回はフォントが変わってるわけなんだけど、これ以外にもゲーム風だったりとか、アニメ風のフォントにも変更することができて、さらに文字の色の変更やフリックガイドを変更する機能もあります。なので一通り機能は揃ってるっていうことですね。こういった形で、豊富な着せ替えテーマが選べるようになっているんで、気分や季節で自由にキーボードをカスタマイズすることができます。これが最大の特徴ですね。しかもですね、それだけじゃなくて、約20万種類以上の可愛い顔文字であったりとか、さらに絵文字も使うことができます。おそらくこういった顔文字、皆さん見たことあるんじゃないでしょうか。そうなんですよ。こういった顔文字っていうのは実は、しめじから来てたりするんですよね。しかもこちらのしめじ、今言った機能っていうのは、無料で使用することができるんで、めちゃくちゃ便利なんですよ。しかもですね、このしめじには、クラウド、超変換機能っていう超便利な変換機能もあるんですよね。さらに日本語入力だったりとか変換機能にも加えて、アニメの名台詞から時事ネタまで、クラウド辞書から200万語以上の豊富な変換ができます。これも特徴かなと思いますね。さらにそれだけではなくて、このしめじにはスタンプ機能も搭載されてるんですよ。これすごくないですか？今急上昇見てるんだけど、ほんと色々あるんですよね。このしめじのスタンプ機能なんだけど、LINE スタンプのように使えるものから、Facebook や Twitter で便利なギフなど、たくさんの面白いスタンプを使うことができます。しかもですね、音声入力機能っていうのもあるんですよ。この音声入力機能っていうのは、実際に喋った言葉の文字起こしをしてくれる、そういった機能になりますね。なので、時代の最先端なんですよ。しかもですね、入力方式もフリック入力の他にフルキーボードや携帯入力などにも変更可能で、自分好みのキーボードにフルチェンジすることができます。こちら設定画面なんですけど、ここでいろいろいじくることができますね。例えばキーボード設定であったりとか、さっき言っていたクラウド超変換だったりとか、さらにしめじ公式スタンプ、リアルタイム翻訳、こういったものがあるわけですよ。なのでかなりお得なので皆さんもぜひしめじを使ってみてはどうでしょうか。しめじのダウンロードリンクに関しては、動画の概要欄、そしてコメント欄の方に添付させていただいていると思うので、もしまだダウンロードしてないぜっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にダウンロードしてみてはどうでしょうか。ただ基本的にダウンロードって無料なんで、ダウンロードして損はないと思いますよ。非常に汎用性も高くて僕も日頃から使ってるんで、かなりおすすめですね。はい。っていうことで次はですね、いよいよ来月に迫ってきた Nintendo Direct。ここについて少し深掘りしていきたいと思ってます。ちなみに去年は Nintendo Direct Mini っていうことで、ゲームソフトが中心に紹介されました。9月17日の23時からライブ配信がありましたね。ですので今年も同じような日程になるんじゃないかなと思ってます。ただ Nintendo Direct ってさ、毎回思うんだけど、かなり夜遅くに放映されるんで、熱盛を見てる層からしてみると結構きついのかな、どうなんだろう。まあそういったところで、Nintendo Direct が迫ってきてますよっていう話ですね。ただ今年の Nintendo Direct、まだ具体的にいつ放映されるのかっていうのが決まってないんで、公式から別途公開日が決定されましたら、また皆さんに共有させていただければと思いますね。ではまず、今回の Nintendo Direct なんですが、Twitter とかネット上では、このタイミングで10月の大型アップデート、情報が来るんじゃないかっていうことが言われてるんですが、残念ながらですね、Nintendo Direct っていうのは、あくまでゲームソフトの情報であったりとか、ないしは大型タイトルの有料ダウンロードコンテンツとか、そういったものが紹介される場なんですよね。ですので、アップデート情報は、このNintendo Directでは残念ながら展開される可能性は極めて低いと思います。まあ、極めて低いというか 99.9% ないと思います。ですので、月末にかけて単独紹介映像が別途Nintendoの公式チャンネルで配信されるんじゃないかなと思ってます。去年までは紹介映像っていうことで、Nintendoの公式チャンネルでハロウィンであったりとか、カーニバルであったりとか、クリスマスであったりとか、いろいろな紹介映像が配信されていたわけなんだけど、今年に入ってからは、公式ホームページで、文字と写真でのみの情報展開になっていたので、ちょっと寂しいところがあったんですが、ただね、この10月アップデートに関しては、ハロウィンだけじゃなくて、喫茶ハトムスが来る可能性が極めて高いっていうことが言われておりまして、これがなんでかっていうと、以前の動画でも話していたんですが、10月1日に国際コーヒーの日っていう、世界的に認められたイベントがあるんですよね。おそらくその日にやってくるんじゃないかっていうことが言われてます。ですので、今回は、去年と同じような感じで単独の紹介映像が、任天堂公式チャンネルで展開されるんじゃないかなと思ってますね。さらに今年の4月5月にアメリカの任天堂の社長が熱盛に関してはこれからも継続的に大きなアップデートを入れてくっておっしゃっていたので、多分大きなアップデートっていうのは今回のこの10月のことを指してるんじゃないかなと個人的には思ってますね。ですのでそういった意味でもこの10月アップデートについてはかなり期待しております。ただもしかするとこれが最後の輝きになる可能性もあるからな。どうなんだろう。ただあとさ、追加要素といえば本当にね、喫茶ハトノスぐらいしかないと思うから、マジで今回のこのアップデートで大きなアップデートっていうのは最後になる可能性もあるんじゃないかなと思ってますね。まあ、小さなアップデートっていうのはこれからも何回か行われていくと思うんですが、多分でかいのはこれで最後じゃないかな。まあ、ちょっとそこについてはわかりませんが、おそらくその可能性が高いんじゃないかなと思ってますね。では、Nintendo Direct、この場ではどういった情報が展開されるのかっていうところについて話していきましょうか。まあ、すでに左の方にメモ書きで書いてあるんだけど、有料ダウンロードコンテンツ。こちらが発表されるんじゃないかなと思ってます。おそらくこれが一番可能性高いんじゃないかな。値段はおそらく3000円から4000円ぐらいになるんじゃないかなと思ってますね。多分4000円いくことはないと思うけど、おそらく3000円の可能性が高いと思いますね。他のゲームとかのエキスパンションパスとかダウンロードコンテンツとかの値段を見てると、人気ゲームだと大体それぐらいが相場なんで、多分この可能性が高いと思います。牧場物語ですら2750円だったから、まあ、あつ森だと 100% 売れると思うから、まあ3000円ぐらいで任天堂さん売ってくるんじゃないかなと思ってます。ちなみにこのダウンロードコンテンツの内容なんだけど、施設関連であったりとか、家具関連っていうのはないと思います。おそらく、島の追加になるんじゃないかな。この話っていうのは、今年の3月ぐらいにも一度させていただきました。ゲームキューブの時に、動物の森 E プラスっていうのがあったんだけど、その時に、実はね、別荘島っていうのがあったんですよ。今右下に画像を出してるんだけど、こちらがね、別荘島になります。こういった島が、有料のダウンロードコンテンツとして、実装される可能性がやっぱり高いんじゃないかなと思ってますね。逆にさ、これ以外考えられないんですよね。まあ、家具関連はおそらくないと思うし、そうなると、おのずと別拠点、まあ、島になりますよね。ちなみに牧場物語も有料のアップデートで特別な場所がいくつか追加されてます。そういった背景もございまして、多分島の追加が濃厚じゃないかなと思ってますね。総合的に考えると、やっぱりこれが一番可能性高いでしょう。で、なおかつ、この有料ダウンロードコンテンツに関しては、おそらく年明けに出ると思うので、そうなると、年内の大きなイベントっていうのは、この9月のNintendo Direct、そして同じく9月に予定されている東京ゲームショウ、これを除くと、来年の2月まで、おそらくないんですよ。そう考えた時に、もし仮に来年の2月や3月に、こういった別拠点である島が追加されるんであれば、このタイミングで発表っていう可能性が極めて高いんですよね。逆に、ここで発表しないと、多分もう、ダウンロードコンテンツはないんじゃないかなと個人的に思ってますね。なのでちょうど熱盛2周年前後でやってくるんじゃないかなとは思ってます。まあこれに関しては決算発表の時も言ってたんだけど、任天堂さんの第4クォーターに投入してくる可能性が高いでしょうね。おそらくスプラトを重ねるっていうことは考えがたいんで、そうなるとやっぱり2月から3月の後半が怪しいかな。まあとりあえずそんな感じですね。ですので、来月の任天堂ダイレクト、個人的にはかなり注目してます。まあ確かに、スプラトゥーン3とか、ポケモンの最新作とか、様々なゲームの情報が出ること、ほぼほぼ濃厚なわけなんだけど、去年出たこの超ビッグタイトル熱盛、おそらくこのまま終わるとは僕は思えないので、やっぱりダウンロードコンテンツに書きたいですね。まあコメント欄とかでもよくダウンロードコンテンツ結局出ないのか出るのかみたいな話が結構飛び交ってると思うんですが、みんな多分そこをね、かなり気にしてると思うんですよ。なので皆さん、ぜひ来月の任天堂ダイレクト楽しみにしておきましょう。はい、っていうことで今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。